日産インテリジェントモビリティとは、日産自動車の経営方針、及びその経営方針による装備の総称。別名、日産インテリジェントモビリティ、日産インテリジェントモビリティ。また、このページでは、インテリジェントモビリティの一部となる、コンセプトカー、日産 IDS コンセプト、日産ベモショ2.0についても述べる。インテリジェントモビリティは、 2016年にジュネーブモーターショーによって発表されたゼロエミッションとゼロフェイタリティを進める内容であった。そして具体的に電気自動車の採用、自動運転の推進が挙げられている。単眼カメラ式のシステム単眼カメラ式のシステムエマージェンシーブレーキは日産自動車が展開する衝突被害、軽減ブレーキシステムの総称。単眼カメラ、赤外線レーダー。 ミリ波レーダーのいずれかで検知される。ステアリングスイッチセレナステアリングスイッチノート E、パワーメダリストプロパイロットは、自動車専用道路のみで使用できる運転支援機能。自動運転技術と明記しているが、一般的定義での自動運転となる際の J3016 でレベル3などの機能や、技術稼働はなく、現実として、同一車線において、自動運転はできないレベル2の段階である。 2016年、日産、セレナに初搭載された。2017年9月、日産、ノートも仕様変更で、E、パワー、メダリスト、ブラックアローにプロパイロットの代替機能、インテリジェントクルーズコントロール、インテリジェント LI、LDW を標準装備した。2019年3月に発表された2代目、デーズ、三菱、EK ワゴン、EK クロスに、 軽自動車で初めて、プロパイロットが搭載された。また、三菱では、ミパイロットの名称を用いている。なお、NMKV を除く OEM 戦車種には、搭載されていない。2020年11月に発表された3代目ノートで、ナビゲーションとの連動機能のナビリンクが日産としては、初採用となる。プロパイロット2.0は、 国産車で初めて高速道路のルート走行で、同一車線内ハンズオフ、手放し運転が可能なナビ連動ルート走行を実現したシステムである。高速道路や自動車専用道路のみで GPS が受信できないトンネル内、対面通行、合流地点、急カーブといった状況下では利用できない。自動運転はできないレベル2の段階である。採用車スマートルームミラーノート パワーメダリストアラウンドビューモニターのート E、パワーメダリストインテリジェントルームミラーは2014年3月のジュネーブモーターショーで発表した。ルームミラーに液晶ディスプレイを搭載し、車体後部に内蔵した高解像度カメラで映像を映し出す。ミラー下部のスイッチで液晶ディスプレイとミラーの切り替えが可能である。またインテリジェントアラウンドビューモニターの表示も可能である。 ノート E13 型第二世代 E パワーエンジンルーム E パワーとは2016年に行われた日産ノートのマイナーチェンジ時に登場したパワートレイン。名称にハイブリッドが含まれておらず既存のハイブリッドシステムと差別化する販売戦略から積極的に検電されてはいないがエンジンで発電しモーター走行する典型的なシリーズ方式ハイブリッドである。このことは ニュースリリースの注釈で触れられており、量産型コンパクトカーへのシリーズハイブリッドの搭載は世界初としている。インテリジェントモビリティの提言の中のインテリジェントドライビングにあたる。このパワートレインを初採用したノート E パワーは2016年11月の月間販売台数で第1位となり、日産自動車から販売された車種では日産 サニー以来30年ぶりの記録となった。発電部は最初に導入されたノートの直列3気筒エンジンを発電目的に特化した調整の上で流用し、電力制御部特動部はリーフの技術をそのまま流用している。なお、軽自動車用のエンジンを用いなかったのは1気筒あたりの排気量が少なすぎるがゆえに熱効率面での損失が小型化の利点を損なって、 しまうからとしている。ノートの次に、E パワーを採用した車格の異なるセレナにおいても、同系エンジンが搭載された。ハイブリッドシステムの要である、バッテリー容量と発電装置の有無以外はほぼリーフ、そのままである。なお、シリーズ方式ハイブリッドの苦手とする場面では、他社のハイブリッドシステムや、クリーンディーゼル車に比べ、燃費面で不利になりやすい。 2018年11月13日に2019年時 RJC テクノロジーオブザイヤーを受賞した。E13 型ノートに搭載された第2世代 E パワーではインバーターは第1世代に比べ40%の小型化と30%の軽量化を実現したほかモーターは第1世代と比べトルクを10% 出力を6%向上させることで加速性能が強化された。IDS コンセプトはインテリジェントモビリティ発表前の2015年に日産自動車により発表されたコンセプトカーである。フロントの大きなディスプレイが特徴。お先にどうぞなど、社外とコミュニケーションが取れる装備でインテリジェントインテグレーションを表す。またインテリアでは大画面ディスプレイとハンドルと ディスプレイに変化するステアリングが特徴。また、異なるインテリアモードを備えており、トゥギャザー・ウィー・ライドを表す。後に、インテリジェント・モビリティの象徴のコンセプトカーとなった。東京モーターショーで初公開。その後、日産クロッシングに展示されていた。ベモショー2.0は、日産自動車のデザインの特徴である、V モーションを強調したグリルを持つコンセプトカー。 2017年発表。インテリジェントモビリティを象徴するコンセプトカーとして公式サイトで使用されている。ベモション2.0のコンセプトは広々とした空間や快適な乗り心地を重視した忙しいビジネスパーソンに向けて将来のモビリティを提案としている。そのコンセプトに基づきプロパイロットが搭載されている。また、ベモション2.0はデザイン面も コンセプトとなっており、すでにある v モーションとは別に、新デザインである v モーション2.0を提案している形となっている。内装では、空間重視のため、後部座席用モニターを、センターコンソールに配置しており、ヘッドレストモニターを採用していない。2017 Eyes On Design Best Concept Car Show、2017 Eyes On Design Best Innovative Use of Color。 グラフィックマテリアル賞を受賞。北米国際自動車賞で初公開日産クロッシングにも展示されていた。ありがとうございます。